今日からこの新しいヘアバンドに変えてみました。どうですか？で、ちょっと交代交代に交互に使っていこうと思います。いつもつけてるやつだね。皆さんこんにちは、ひみひまチャンネルです。今回はですね、ピンクのスイーズを10個紹介していきたいと思います。で、紹介していきます。まず1つ目が1個目からちょっとくるんだけど、バターブレッドローフです。こちらちなみにブルームさんのものです。じゃあ開けます。せーの、せーの、おー、これがちょっと変わっていきます。これめっちゃ低反発で柔らかいんですよ。ちなみにこちらは上の部分がピンクですね。とっても気持ちいいです。枕、はい、こんな感じです。次に、じゃん、こちらはアイラブストロベリーミニです。こんな感じです。こんな感じで、こちらはピンクのストロベリーになっています。こんな感じで、ここにブルームのロゴが入っています。じゃあ使っていきます。ちなみにブルーチェーンもピンクですね。こんな感じで、とっても低反発で、ブルームさんのものって気持ちいいですね。低反発で気持ちいいです。次に、こちらはちょっとね、赤っぽいんですけど、ここにちょっとピンクが入ってるからジュースとシールドを割って、バンカットさんのアイスです。こんな感じです。で、上がカラフルになっています。めちゃくちゃカラフルで可愛いです。では触っていきます。これ音が良くて低反発で、もう腰を1万こうしましょう。次に、じゃん、こちらはブルームのクジラのミリーちゃんです。こちらはこんな感じでお腹にハートが書いてあって、このね、群れっていうのにもハートが書いてあって、では触っていきます。これめっちゃ低反発で柔らかいです。ちょっと、あ、硬めか。こんな感じでとっても気持ちいいです。これは全体がピンクですね。次に、こちらはリトルペンギンです。こちらもちなみにブルームさんです。こんな感じで立つんですよ。ほらほらほら。で、後ろに髪の毛がピュッと生えています。では触っていきます。わー、とっても音が良くて低反発で柔らかいので、あー、顔潰した。で、お気に入りです。次に、じゃん、こちらはふんわり大きいカメロンパンスクイーンです。食べられますねって書いてある。あ、出た、出た。で、こんな感じでカメちゃんがカメロンパンのこの背中の部分がピンク色になっています。では触っていきます。これは大きいので触り応えがあって柔らかくて低反発でパーフェクトです。次に、こちらはナザーガーデンのロールケーキです。では触っていきます。はい、これは、ね、柔らかくてナザーガーデンにしちゃ低反発なんですよ。こちらはロールケーキ自体がピンク色になっています。次に、こちらはブルームのアイラブピーチビッグです。触っていきます。こんな感じですね。で、ピンチの触っていきます。これはめちゃくちゃ低反発で、これはあのね、ブルームさんに行ったらぜひ買うべきだと思います。次に、じゃん、こちらはカフェドライヌのかじりドールのやつです。ラズベリーですね。このラズベリーピンクです。だからって貼っていきます。これは柔らかくて小さいのね、触り応えがあって気持ちいいです。シュガーみたいなのがかかってますね。おむ、おっちゃん、ドーナツちょうだい。へぇ、300円ね。チャリーンって、サンキュー。おむおむおむ、おいしいってなるやつです。
最後にじゃん、こちらはカミールパティシエのコロネです。いちごカスタードです。このパンの生地の部分がピンクになっています。じゃあ触っていきます。これは柔らかくて低反発で、ここもコロネの中がカスタードになっています。カスタード味。こんな感じでピンクのスクイーズの紹介は終わりです。これ全部ピンクだから、ピンク尽くしスクイーズ。並べるのに時間がかかるんですよ、いつも。はい、というわけで今回はこちらで以上です。今回はなるべくピンクに近いスクイーズの紹介をしてみました。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。あと Twitter と Instagram のフォローもよろしくお願いします。